ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は野村古道作池田大輔鳥物全集第9巻より石道路この作品集は1955年に刊行されたものですそれでは本文をどうぞ 第一章ちょいと来てください大変なことが女のかんばした声に寺男は叩き起こされました押し詰まって雪模様のあるよイングラ八幡の裏西岸寺の境内に起こった事件からこの怪奇な取り物が始まりますなんだな、ね、今潤寝ぼけまなこの寺男与平は 布の子の前ボキにしながら手職を掲げて闇ぼすかしました。おいの小十郎が殺されております。すみませんがそこまで柱に捕まるように真っサボな顔を振りあおいだのは三じぶ死後の武家風の女が一人。後ろに従ったのは十二歳の小娘。これはしょうもたあいもなく震えております。おや平岡のおない家で。 どうなさいました？寺男の与兵衛は顔見知りのものと分かると急に態度を変えましたそういううちにもも引きを履いてどんつく斑点を引っ掛けると提灯に明かりをうして導くままに女の後に従いました寺男の寝泊まりしている栗の一角を出ると左手門から入ると右手の石畳の外 大きな杉の老木と六尺余りの巨大な石灯籠の間に何やら一塊のボロ切れのようにうずくまっているのです寺男が差し出した提灯の明かりの中にまざまざと照らし出されたのは二十歳前後の武家風の青年で首筋にキリキリと巻きついた浅縄で絞め殺されたのでしょう。苦痛と憎悪に歪んだ顔は、 目鼻立ちが立派なだけに言いようもなくすさまじいものがあります右手のそばに素早く抜いたらしい一刀が落ちておりますが相手を傷つけるには至らなかったらしく抜刀には血潮の跡もなくその辺りの様子にもひどく争った形跡はありません、はあ、これは大変だ この与兵衛も仰天していろいろ解放してみましたがもはや全く事切れて呼びいけるすべもなく新青年の非業の死をただ眺めているほかはなかったのです騒ぎは一瞬にして寺内はもちろん近所中に広がりましたが寺の中に起こったことはすべて自社奉行の係で土地の御用聞きも手の下しようがなく開けるのを待ってた 自社おかかりの出役を願いその指図を受けるほかはありません最も,も殺された青年武士小浜小十郎と義理の叔母にあたるお宮の住まいは同じインぐラで急報に接してお宮の夫これも浪人の平岡虎之助は小十郎の許嫁でつい近所に住んでいる親へというのと一緒に飛んできました小十郎が殺された なんとということだだからあれほど夜分の一人歩きを止めたのに!」。「死骸におじさんらしい下を浴びせる平岡虎之助は四十前後の少し秒心らしくはあるがまず申し分のない立派な浪人者その袖の下をくぐるように死骸に皮脂と取りすがって耐えるばかりにむせび泣くのは十七八の可愛らしい娘 親へでした何としたことだ呼び行ける手段はないのか火を焚いて温めてみるがいい藁はないのかいやそれより医者を呼べ誰か町内の各安先生のところまでひとっ走り頼みたいんだ私は喘息が起きているから駆け出すことは思いもよらないが平岡虎之助はそういううちにも絶えず咳き込みながら老いの小十郎のために一人で気をもんでおります 女房のおみやの少したくましいのに比べると夫の虎之助は病弱で主家を退転したというだけいかにも華奢立てで弱々しい中年男です分けても親への悲嘆は群がるやじ馬の涙をそそりましたかわいらしいと言っても成熟しきった十七娘がなりもふりも構わず泥の上に膝をついたまま恋人の亡骸をを 書き抱きながらひた泣くのですめちゃやろねえや誰やらその悲嘆に長馬の声を浴びせたものがあります大勢の目がそれを追うと驚いて人が垣の後ろに姿を隠したのは町内の毒虫おば口とゆすりぼとせにしている染次郎といういい男さすがに言い過ぎたと思ったか人の影から照れ隠しの苦笑いを見せております 第2章自社奉行の調べはほんの一通りで翌々日の朝のうちに事件は早くも待ち方に移され池田大輔は大岡越前の神のお声がかりで一切を引き受けさせられましたお供はいつもの通り老練な御用聞きの源太その後からよく慣れた犬っころのようについてくるのは雨屋の千太郎少年です。 いいからお屋敷が多いから雨は売れねえぜからかいらの太を迎へっ <laughs> おいらが行かねえとまたことを書くぜ玄太親分のじって取りながらでも行けねえところにおいらの働き場所はあるのさそんなことを言って肩ひじを張る千太郎です昨夜からの雪模様の空合いは朝になっていよいよボタンを振らせみるみる大地は 一寸二寸と白いものを積もらせましたが飯倉へ着いた頃はしばらく小闇になって道の悪さが一通りではありません池田様ご苦労様でございますおや源太親分親分が来てくれさえすりゃ安心だ門を入ると頭からお世辞を浴びせかけるのは土地の御用聞きのき吉という中年男でした弥吉親分か 下の検討はまだ何にもわからねえよ。心がけのある人に聞くと、若い武家が刀を抜いて振り回しながら、締め殺される方はねえというが、どんなもんだろう。主害は、平岡というおじさんが引き取っていったよ。いかにお寺の境内で死んだとしても、そのまま葬るわけにはいかねえから、厄介さ。その平岡というご浪人のうちは、すぐそこだよ。行ってみるかいや。 しばらくここを調べてから参るとしよう。それに答えたのは池田大輔でした。朝から降った雪はここでは山寸も積もったでしょうが、石畳の上は消えかかって、平台の松の木からは盛んに雫が落ちております。振りあおぐと死骸のあった場所のすぐそばには、ひ抱えほどの松の大木があり、たくましい枝が一本、頭上一畳ばかりのところに、 俗に言う首吊り松といった枝ぶりを伸ばしその真下のあたりにはたくましい石灯籠が一揆雪をいただいて祝膳として佇たずんでおります南町奉行所の池田大輔が出役と聞いて八幡様の別当を兼ねている青岩寺の住職は若い小坊主を連れて丁寧に出迎えましたこれはこれは。 ご苦労様でございます。ななななな。何やら口の中で唱える七十近い老体で、この事件とはおよそ縁遠い存在です。地内をお騒がせいたしてお気の毒に存じます。いやいや。若い池田大輔の丁寧な挨拶、老僧はひどく気をよくした様子でした。ここから拝見したところでは、赤葉から門前まで、 体操を荒れているようにお見受けいたすがそのことでござるよ寺内の者は懲りの仕業だろうと申して大して気にも留めないがご覧のとおり泡澄鉢はしっくり返す石灯は倒す縁の下は掘るまことにさんざんのいたずらじゃ」。老僧は指を上げて荒らされた境内を苦に々がにがしく見やるのでした。 大して広くもない墓場ですが、石塔は大きいのを酔ったように少なくとも123は倒されており御影石の上手鉢もひっくり返され石畳も幾箇所かは掘り起こされて本堂の縁の下などは最も念入りに土をかき出されてあさましくも土台石が抜け残った年寄りの歯のようにさらされているのです。 いいつのの頃かららこたたずらは始まりまりしたさあようひとにもなりましょうか月初めからで20日ほどになりましょう口を入れたのは寺男の与兵衛でした相晩かい,いえ月のない晩かひどく曇った晩だけでございますいたずらをする者の姿を見た者はないのかどうせ四つ足でございましょうまみ穴がちこうございます 打ち殺してたぬき汁で一杯やらかすと大層温まると申しますが <laughs> お嬢様には内緒で相談もしてみましたがいざとなると気味が悪いのでついそのままになっておりましたがへえ寺男与兵の話を住職の老僧は苦々しく聞いておりましたがなんというバカなことを考えるのだお前も当寺に 20年も住んででおるではないかええ、染次郎がそんなことを申しましたが私は聞き入れなかったのでございます。あきれかえった人たちではないか散々の小言です。